続いて演舞していただくのは八戸市からお越しの八戸よそこい祭りの皆さんです。準備の方よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。結成18年目になりまして、青森には毎年出ております。今の時期子どもたちが大変忙しくてですね、今日は本当に人数が少ないんですけども、一生懸命南部の風を皆さんに届けたいと思います。よさこい祭りができまして25周年、去年ですね。それでまた今年も参加することになります。どうか元気いい青森県でいたいと思います。港の方は大変不良で、イカが1杯500円もします。でもそれに負けずと皆さんにパワーを送りたいと思います。それでは踊り子構え。
はい、八戸よさこい祭りの皆さん、ありがとうございました。